おはようございます。そしてこんばんは、刹那圭介です。というわけで今回もイブやっていきたいと思いますな。前回ね、メアリーがね、除隊されたんだよね。除隊されたんだよね。ちょっとそれがすがすがしい気分でウィス、はい、状態であります。この家ですね。あれ、この家、あ、これこれヒントがあるって書いてあったからね。桃の鍵は必ずおもちゃ箱にしまうこと。なのこっちゃ、おもちゃ箱、そこに鍵があるのかしら。探してみましょう、イブ。おもちゃ箱ね、まあ、探しながらもいろんなところを調べる方式でいきます。掲示板、何も書かれていないのか、何も掲示することなんかないのか。そして入れた。こうなってくるとどれを調べたらどれなんだかっていうのわからんね。本棚がある。本棚こんなにカラフルじゃないだろう。何これ、絵本ばっかり。絵本だったらこんなにカラフルなんてあるんか。いまいちようわからんけど、誰かの肖像画がある。もう誰なんかわからんもんな。動いていない時計がある。宝箱ここではないらしい。こっちに行ったら戻れる方式。なんとなく戻ってみるけどね。なんとなく戻ってみるよね。こういうんでなんとなく戻ってみたくなるよね。戻ってみたときに何かあるかもしれないかもしれないかね。次戻れたわな。なんか、イブのことやけん、なんかで塞がれとるぐらいのことでもあるんだろうなって思って期待してみたらなかったわ。買い替えぶりすぎだったな、イブのこと。じゃあ真面目に探していこうかな。てかさっきの家入ったっけ。これ入ったっけ。これが入ってこれだったな。俺の記憶力少ねー。ザルみたいな感じになってる。記憶力が、息がありますね。息がある。水を触ってみる。水面をじっと見つめる。バラの茎を水に染み込ませてみる。染み込ませたら回復するパターンなんですか、もしかして。なるほど、なら今はやめといて見つめます。イブ、ぼーっとしてそのまま息に落ちないようにね。うっせーな、うっせーな。ギャリーはちょっと私が天然な人間だと思ってるでしょ。ドジックな人間だと思ってるでしょ。違うよ、結構頭いいよ。ちくしょう、水を触ってみる。生温かく感じる。もうそれぐらいか、それぐらいのことしか言えんのか。このなんか花がたくさんあるにもなんかありそうな気もしてくるような、ないような気がかかってます。宝箱か。とりあえず宝箱っぽいものがまだ見つかってないようなね。ちょ、宝箱を教えてよ。くそ。あ、ここまだ見てない。なんこれ、なんこれ。ドアがこうやっていて、開けられない。ヘビ。宝箱。どこにあるのか、宝箱。タヌキが拾ったら、宝箱。ん？一通り見てしまったな。この先、美術館。イヤッホー。なに？なんかやり忘れたことがあるんかね。思いつかないね。長女公園。頂上公園だった、これ。あ、ここ入れるんか。何これ。赤い果物のようなものがある。赤い果物イコール、俺としてはリンゴやけどね。なんだなんだ、なんかに使われるのか。てんてんてん。
多分工場ハンガーね、これ多分って言えるほど雑なんだろうな。コードハンガーね。ウサギのぬいぐるみガール、イブちゃんこういうの大好き。バケツガール、持っていく、持っていくって選択肢があることがちょっと疑問。うっ、危ないやつが現れた。ていうかもう起きたのか。追いかけてくるの早いだろう。そしてなんか左手に持ってる、もしかしてナイフか。いつぞやに拾ったナイフか。イブ、ギャリー、どこにいるの。ヤンデレメアリーが現れる。奥まで見ないという、お奥まで見ずに帰るもうちょい調べていけよ、トンチンカンメザム今だって、まさか追ってきたんだわ、あの子。こちらイブーク、こちらイブーク、潜入する。メアリーに見つからないように行動する。以上だ。指示はおいおいくれ、大佐。これ真似がしたくてこれをやっているわけじゃないからね。似てない、似てないとか言ってない、言わないでね。似せる気なんかないから。モノマネじゃないからね。やばい、喉の調子が悪いぜ。こちらイブーク。さっきバケツを手に入れた。子供用のバケツ。水を汲むことができるだと。そうなると、この水を汲むことぐらいしか考えられない。やはり、現れた。バケツで水を汲んだ。これでよかろう。あれ？スネークってこんな声で、こんなこと喋るんやっけ？まあいいや。問題はこのお水をどこで使うかということだ。思いつかない。もしかしたら、花にでも水をやるのかと思うがね。あ、そんなこと言ってたら、花が開いていない、花が開いていない花っておかしいな。花びらが開いていない花やな。ほら、水をあげてみるって出てきた。来た、開いた。チューリップが咲いた。チューリップって水色のチューリップあるんか。子供の発想だから書くもんじゃ。お、チューリップの中に何かある。美術館の鍵。美術館の位置は分かってますよ。ですね、こっちこっち。あったあった。これこれ。問題なく入ります。おーよーし。おー。お前のせいで。お前のせいで。おいっす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 。お前のせいで広い目に遭ってきたんだぞ。やめろよ、お前。追いかけてくるのやめろ。うっす。倒れていれば、倒れていればいいんだ。うっす、うっす。お前もだよ。お前のせいで、どんだけ怖がらされたと思ってんだ。俺と視聴者が。うっす、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 うっす。さて、行きましょう。な、これ。パンドラーズボックス。パンドラの箱？開けましょう。な、これ。なんか来た。なんか来た。ピーン。なんだったのかしら、今の。ってあれ、箱に何か残ってるみたいよ。小さな鏡？鏡？鏡か。この鏡が希望になればいいけどね。鏡を鏡を鏡さんって言っていたけど、今回は面かな。だって、イブとギャリーまで抱えてる。おいおい、メアリーメアリー、お前が書いてんか。だとしたら、肖像権で売ってるぞ、これは。俺らボケ、俺らボケ。おい、ボケ、俺はボケ、俺はボケ。とりあえず、何かが起きたわけで、そして、小さな鏡。これを何に使うのかわかりませんね。なんだ俺、ここから出たの。で、ここ入ったじゃん、もう一回。お、なんか蝶増えとんやけど。なんか蝶っていうか、ガーみたいな色のがおるんやけど。蝶々が飛んでいる。この蝶々、羽に目玉模様がついてるわ。目玉模様。これが後々何かのヒントになるわけでしょう。さて、植えたのはこの蝶だけかっつう話ですよ。お、
ちょっと待って、こんなに果物なかったことない。なんか、ちょっと待って。チューリップじゃなかった、ここら辺。え、何だったっけな。なぜか一つだけリンゴがなっている。ほんとなぜやねん。さて、バンジージャンプ失敗3人目じゃないか、このエリアでは。白いやつがバンジージャンプ失敗してるぞ。人、それを自殺という。おいおいおい、視聴者にもさ、うつ病の人とかおるかもしれんねないか。もしかしたら俺の動画見て、うつよ、うつを克服しようとか、気を紛らわそうと、気を紛らわそうっつうか、ちょっとテンション上げようと俺の動画見よう人がおるかもしれんじゃないか。そういう見て自殺を進めるような動画にしたくないんじゃ。自殺、ダメ、絶対。イブちゃんからのお願いよ。どうやね。何今の。もうなんだかよくわからんもんが飛んできたぞ。何がしたかったんだ。どうしよう。まあ、変化があるわけですね。え、ハート記号。ドアにハートの記号が。え、こんなとこあった？こんな、オレンジあったか？お？あ、そうか、鏡か。まあ、その前にギャリーと話す。作品が一人歩きするっていう言葉があるけど、ゲルテナの場合、本当の意味で一人歩きしてくれ、やっかいよね。そうですね。じゃあ、しばらくじっと見つめてみましょう。てめえ、うるせえな。本物のお日様見られなくなっちゃうかもよとか言ってんじゃねえよ。鏡を置けばいいんでしょ。小さな鏡を地面に置いた。おう、ああ、ドアの氷が溶けたわ。なるほど、光の反射を利用したのね。やるじゃない。お前とは違うんだ。お前とは何これ。おう、スタート、ハート、目玉、月、太陽、星、これは風でいいんかな。リンゴ。最後の何これ。でこれようわからんのがあるんやけど、なんかコン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 言ってる。なんかコンコンって音が大きくないような気がするのは俺のせいかな。俺の思い過ごし、思い過ごしか。この順番に辿っていったらなんかありますよぐらいの感じで考えとけばいいんだろうか。ハート、目玉、月、いまいち帯きれん。とりあえずハートここなんですわね。目玉、目玉ってこいつのことか。よいしょ。まあ、話しかけていったらなんかっていうのはイメージわかりませんけどね。ハート、月、太陽、星、月、月、月なんかどこあったっけ。月、月、月ね。え、月、え、あれ、どこ、月どこ、月どこ、次どこ、どこだ、次どこだ、おい、どこだよ。次の絵じゃねえか。どっかが狙撃してきてる。メアリージミとでも呼ぶか。あー、また飛んできてる。メアリージミめ、やりやがったな。あれ、次どこ、ちょっと待って、次どこ。え、次ないよ。次調べればいいんだろうけど、ないよ。建物の中とか？ありません。ありません。どうだ？月ですよ、月。俺の月もここまでか。どこだ、どこだ？どこだ？どうなんだ月。
はずやけんね。あれマジで月がないぜ。おいちょっと待って、月ないぜ。おい月ないぜ。よくわからないぜ。そういうジョークやめないか。大体何だね。なんて日だよ、もう。月だぜ、月。月なんかあるかい？ないぜ。大体太陽出て、月出てくるのかなんかあるのか。しょうがないから、他のを先に調べてみようか。例えば、この、渦巻き？まあ、渦巻きが書いてあるぐらいしかないんか。うん。何か。お前なんか、知らんのか。えぐいもんが飛んできた。頭に食らったら、コッパみじんのすけだよ。やめろよ。穴飛んでくるんかい。あえげつな。なんもない。なんもないっつうか、尽きない。え、嘘。おかしいなあ。マジでないんすか。どういうことっすか。もう一回ヒント見てみようか。あと目、月、太陽、逆さまのなんかよくわからん星、竜巻、リンゴ、最後のよくわからんやつの10番。しょうがない。まあ今回のパートはここまでにしましょう。次のパートでおいおい考えていきます。ご視聴ありがとうございました。シーワーゲップ。